浜村孝一は、日本の実業家、編集者。一般社団法人日本 e スポーツ連合副会長、N 高等学校評議員、ゲイモビス社外取締役。ペンネームは、浜村通信。コンピュータゲーム雑誌、週刊ファミ通編集長、株式会社エンターブレイン代表取締役社長、株式会社メディアリーブス代表取締役社長、株式会社,社、 角川コンテンツゲート代表取締役社長、株式会社、角川常務取締役、角川株式会社取締役、株式会社、ジーズブレイン代表取締役社長を歴任した。大阪府出身。大阪府立富田林高等学校から、早稲田大学第一文学部に進学。総大在学中にソフマップと、角川メディアオフィス、コンプティークでアルバイトを経験。 1985年に、早稲田大学を卒業後、アスキー入社し、ロギンの編集を兼ねながら、ファミコン通信に総監から携わる。1990年に副編集長、1992年に編集長へ就任。1996年に、アスキー経営陣の内紛で、初代編集長の小島文宝が辞任し、アクセラを設立した際には、 浜村はアスキー残留を選択。2000年にファミ通関連部署その他が分社化したエンターブレインの代表取締役社長就任。2002年ファミ通編集長を加藤勝明に前上するも、端末にコラム浜村通信を連載するなど、現在も同志に強い影響力を持っている。また、一般のマスコミが経済記事等でゲーム業界を取り上げる際に、 コメンテーターとして登場することも多い。浜村の業界予測は希望的観測が多く外れることも多いが電撃プレイステーションの元編集長である倉西誠一によれば Xbox が日本市場で大ヒットするとの予測を外したことについて尋ねた際に僕はねゲーム業界にとって最高のシナリオしか書かないんだと答えたという。 阪神タイガースとプロレスの大ファンである。そのため2000年に阪神が巨人相手に3連勝したのを見て、阪神が優勝するとファミ通内で発言し、編集部員からそれはありえないと言われたことで、優勝できなかったら、ヒゲを剃るとまで宣言し、阪神が優勝できなかったのでヒゲを完全に剃ったこともある。また、鈴木みそアンタッチャブル、大人の仕組み、柴田亜美。 ドッキンバグバグアニマル、コンドールルル、天から取る手、水品高行いい電子など、週刊ファミ通連載の漫画の多くに本人として登場している。各社とのコラボ企画により、ジャンルを問わず様々なゲームでゲストキャラとして登場することも多い。モンスターハンターフロンティアオンラインでは2008年に、浜村の息子がメモ用紙に鉛筆で描いたデザインを元に作成した武器を、 ゲーム内で使用できるイベント、浜村創建物語が行われた。2016年3月起遊化証券報告書。プロネクサス。2019年7月10日閲覧。連結子会社の称号決定に関するお知らせ。プロネクサス。2019年7月10日閲覧。ファミコンって自作ゲームみたいだったよね。元ファミ通編集長。 浜村孝一が目撃したゲーム業界のカオスな時代 RPG 集まる RPG 集まるブロマがニコニコチャンネル2019年7月9日閲覧ゲームの周りにすごい才能が集まっていた日本のコンテンツ業界を振り返るゲーマーはもっと経営者を目指すべき第12回は角川代表取締役社長佐藤達夫氏がゲスト 4gamer.net 2019年7月9日閲覧空ラレミチブログ鎌倉日本後書き行方週刊ファミツー2000年6月2日ゴーエンターブレイン2000年5月27日ファミツーウェイブドベド浜村創建物語ありがとうございます